一度貼られたレッテルはなかなか外せない。特に子供時代ならなおさらだろう。同じクラスのミキちゃんに貼られたレッテルは冴えないおとなしい女の子というものだった。今時の言葉で言えば陰キャとでも言うのだろうか。だからミキちゃんはクラスでもいつも一人ぼっちだった。俺はある理由から彼女のことが気になっていた。何度もこっち来て遊ぼうよ、今日一緒に帰らないと声をかけようとしたのだが、そこは小学2年生、どうしても恥ずかしくて行動に移せなかった。そんなある日、学校で自分たちでお弁当を作ってきて誰が一番か決めようというよくわからないイベントが行われた。当時委員長をやっていた俺はいろいろと準備を手伝わされたのでよく覚えている。どうせみんな親に手伝ってもらうんだろ、くだらないと思ったが口には出さないでおいた。働いている母に余計な手間を取らせるのも嫌だったので、俺は適当に冷凍食品を詰めたお弁当を作った。イベント当日、クラスメートが持ってきたお弁当は俺の予想通りほとんどが親が手伝ったであろう出来栄えのものだった。ただ一つ、ミキちゃんが作ったお弁当を除いては。俺は知っていたのだ。ミキちゃんの家が歯科庭であることを。その綺麗な形のオムライスはミキちゃん一人が自分で作ったものだということを。俺は横にいた仲のいい男友達に、その弁当を自分で作ったのか？と聞いた。すると友達は、そんなわけないじゃん、母ちゃんだよ。当たり前だろ、というふうに言う。悪いが、ここは友達に犠牲になってもらうことにした。俺は手を挙げ、先生、こいつズルしてお母さんに作ってもらってます。と友人を指さした。ちょ、お前！焦る友人。あら、それはダメね。他にお母さんに手伝ってもらった人いる？先生が教室に呼びかけるので、俺は、はーい、と返事した。いや、お前もかよ。友人のツッコミで、クラスが笑いに包まれる。実は私も。俺もです。クラスメートから次々と手が上がる。ミキちゃんの様子をそっと見ると、周りを伺いながら自分も手を挙げようかと悩んでいるようだ。俺は勇気を出して、ミキちゃんはさ、自分一人で作ったって言ってたよね、と言った。あ、ミキちゃんがゆっくりとうなずく。そうなの、ミキちゃん、すごい。先生がミキちゃんに向かって拍手する。あ、オムライスだ、かわいい、おいしそう、という声とともにクラスの子たちがミキちゃんのお弁当を見に来る。クラスメートに囲まれたミキちゃんは嬉しそうに微笑んでいた。あの後、みんなのお弁当を試食してみようということになったのだが、ミキちゃんのオムライスは大人気で俺まで回ってこなかった。オムライス食べたかったな。放課後の教室で一人つぶやく。でも良かったこともある。それ以来、ミキちゃんを遊びに誘う女子も増え、ミキちゃんは無事クラスの輪に入ることができてとても嬉しそうだ。一度貼られたレッテルはなかなか消えない。なら違うイメージをつけるしかない。ミキちゃんは冴えないおとなしい女の子から料理上手で手先が器用な女の子へと変わったのだ。そんなことを考えていると、ミキちゃんが後ろからトトトとやってきて、この前は、ありがとう、と恥ずかしそうにお礼を言ってきた。てっきりもう帰ったと思ったミキちゃんの突然の出現に俺は驚いてしまい、実は俺も母子家庭なんだ、とお礼に対する返事としてはわけのわからないことを言ってしまった。そう、俺は参観日や運動会に親が来ない寂しさを知っていた。だからこそ俺と似た境遇のミキちゃんのことが気になっていたんだ。そうなんだ。ミキちゃんがうつむく。確かに突然こんなこと言われても困るだけだろう。でもお互い頑張ろうよ。俺はさらにわけのわからないことを言って足早に教室から出た。今思えば、一人親はいろいろと辛いこともあるけど、それに負けないように頑張ろうよということを伝えたかったのだと思うが、小学2年生の俺ではうまく言葉にできなかったようだ。結局彼女とまともに言葉を交わしたのはそれが最後になってしまった。3年生になる前に父親の仕事の都合で転校してしまったからだ。高校生になった今でもオムライスを見るとその時のことを思い出す。その度、ミキちゃんもどこかで頑張っているんだろうなと思い、
元気が出てくるのだ。ただいま。ねえユージ、今日の晩ご飯何？仕事から帰ってきた母が俺に聞く。小学生の頃から家事は基本的に俺の仕事だ。おかえり、今日はオムライス。俺は母に向かってそう叫ぶと、冷蔵庫から卵を取り出した。